スタジオレイン。さてと、片付けなきゃいけない書類があらかた終わったかな。あー疲れた。癒しが欲しいな。こんな時は可愛い可愛い後輩くんをめでるに限るんだが、本当は四六時中ずーっと一緒にいてイチャイチャしたいけど、あの子とは彼氏彼女の関係でもないしな。お家でみっちりお勉強を教える仲は、もうそういう仲だと私は思いますがね。いつになったら告白してくれるのやら。私のこと好きなのバレバレなのに、バレてないと思ってるところが、また可愛いんだけどさ。早く来ないかな、後輩くん。私はもう、寂しくてたまらないよ。あ、やっと来てくれた。よく来たね、後輩くん。待ちわびたよ。ほら、ここ、座りなよ。私も一段落ついたからさ、お茶でも飲んで少しお話ししよ。ん？なんだか嬉しそうだね。なんかいいことでもあったのかい？ほう、テストの結果が返ってきたんだね。専属の家庭教師として、私が君に勉強を教えた結果、見せてもらおうか。ほらほら、答案用紙見せて、ね。これは、すごいじゃないか。君、確かこの科目苦手だって言ってたよね。92点。苦手科目の点数じゃないよ。他も軒並み高得点。やっぱり君はやればできる子だよ。ほらほら、こっちおいで。頭を撫でてあげよう。よしよし、偉いね。よく頑張ったね。私が教えてくれたおかげ。やだな。私は勉強のやり方を教えただけ。努力したのは後輩くんさ。少しは誇りに思いたまえよ。大体、君は自己肯定感が低すぎるんだ。自分を褒めてあげることも大事だよ。まあ、その分すごく甘やかしがいがあって、私としては好都合なんだけど。いや、なんでもないよ。それよりさ、こんなにいい点を取れたんだから、何かご褒美は欲しくないかい？私が君のお願いを何でも叶えてあげよう。さ、何でも君がしたいことを言いたまえ。もちろん、多少エッチなことでもいいんだよ。ほら、恥ずかしがらずに言ってごらん。私に何をしてほしい？デート？それって、その、普通のデートかい？かわいい！お顔真っ赤にしてもじもじしながら、小さな声でそんなかわいいおねだりされたら、断れないよ。いやいや、元から断るつもりなんかないけど、にしても、少しくらい欲張ってお願いをしたまえよ。かわいいな。うんうん、わかった。そんなことでいいならいくらでもしてあげるよ。まったく君は無欲だね。いや、こっちの話さ。次の金曜が学校の創立記念日でお休みだから、
その日にデートしようか。楽しみだね、後輩くん。おや？どうしたんだい？お顔が真っ赤だ。これは夕日のせいかい？それとも…そんなに慌てちゃって。かわいいね。あ、今日は用事があるんだね。うん、それじゃあバイバイだ。また明日も来てくれよ。生徒会長は割と暇なのでね。それじゃあ、また明日。行ったかな。赤面していることを指摘した時の、あの動揺した顔。用事があるなんて嘘をついて慌てて出て行って。本当にたまらないよ。後輩くんのすべてが、私の母性を強引に揺さぶってくる。ああ、愛しいな、本当に。デート。後輩くんと、デート。勇気を出してデートに誘ってくれた後輩くん。可愛かったな。これは、ダメだな。頭にあの子の顔がちらついて離れない。今日のところはおとなしく家に帰って、この欲望を発散させることにしようかな。デート、楽しみだな。あ、いたいた。後輩くん、おはよう。ごめんね、待たせちゃったかな。集合時間よりかなり前に来たつもりだったんだが。君も今来たところなのかい？それだけ今日のデートを楽しみにしてたってことか。私も、君も。ん？どうしたんだい？そのメモ帳、びっしり何か書かれてるみたいだが。もしかしてそれ、デートのプランかい？何それ？今日のためにいろいろ調べてきたの？すっごい気合入ってるね。それなら、今日は君にエスコートしてもらおうかな。期待してるよ。かわいい後輩くん。デート、楽しかったね。そう、落ち込まないでくれよ。飲み物をこぼしたり、予定の時間に間に合わなかったり、お店が閉まってただけじゃないか。あのね、後輩くんが私をエスコートしようと頑張ってたのは、よくわかってるよ。まあ、その、大失敗しちゃったけどさ。かっこよかったよ。とっても。私をエスコートして、男らしいところを見せようとしたんだろ？そのためにいろんなことを調べて、念入りにプランを組んで。その努力だけでも、私は嬉しいよ。それにさ、プラン通りに行かなかったからこそ、出会えるものだってあるはずだ。ほら、立って。電車降りよ。ここは降りる駅じゃない？そんなことわかってるよ。今度は私がエスコートする番だ。手、握って。それと、目もつぶっててよ。私がいいところに連れてってあげるから。ついた。ほら、目開けて。じゃーん。綺麗でしょ。イルミネーション。後輩くんのおかげだよ。君がいろいろ失敗してくれたおかげで、この時間にここに来ることができた。そう思えば、失敗もなかなか悪くないでしょ。
少しは楽になれたかな。あのね、私の前ではそんなに気を張らなくていいの。君は優しいから、いろんなことを考えてるんだと思う。そのせいで無理したり、無茶したりする。でも、私はそんな君を求めてない。ありのままの君でいいの。だって私は、そんなありのままの君のことが。ねえ、そろそろ正直になってくれないかな。ずっと何か大事なことを私に言いたかったんじゃないの？わかるよ。だって、後輩くんのことは誰よりも私がよく知ってるもん。頑張って。少しずつでも、小さな声でもいいから、頑張って何を言いたかったのか、私に教えてくれないか？はあ、やっぱり、そうだったのね。正直なところを言うと、私も少しだけ、ほんのちょっぴりだけ不安だったの。これは私の思い込みなんじゃないかって。答えは、イエスだよ。これからよろしくね、後輩くん。
さ、ここが私の部屋だよ。入って入って。ああ、そういえばまだ言ってなかったけど、両親は旅行でいないから、安心していいよ。私たちを邪魔する者はいないってわけ。ほらほら、そんなことより、早く入って。やっと二人きりになれた。えい。君とキスしちゃった。何が起きたかわかんなくて困惑してる顔。かわいいね。君と二人きりで誰にも邪魔されないんだと思ったら、もう我慢できなくなっちゃって、後輩くんのこと押し倒しちゃった。ずっと君のこと可愛がりたかったんだ。めちゃくちゃに甘やかして、私に依存することしかできないダメ人間になっちゃえばいいのにって、そう思ってた。その夢が、今日、やっと叶うんだ。もう、我慢できない。早くベッドに。かわいいね。ね、後輩くんは、私と初めて出会った時のこと、覚えてるかな？そう、生徒会室で初めて顔を合わせたあの時さ。君は、ずっと体をこわばらして緊張してた。頑張らなきゃって決意が全身からにしみ出るほどに、私が少し楽にしたらって言っても、ずっとそのままで、それを見た時にね、私は思ったんだ。ああ、この子、かわいいなって。無理してるのバレバレで、本人はそれがバレてないと思ってる。その時に、私は胸がキューって締め付けられてね、君のことをキュッと抱きしめて甘やかしてあげたくなったんだ。よしよし、いい子だね。よーく頑張ったね。えらいぞって。ねえ、もっと甘やかされたいってそう思わないかい？私の愛情に全身を包まれて、とろけちゃいたい。かわいいな。嬉しいな。
じゃないか。もう、私をそんなに惑わせて、どうするつもりなんだい、君は。どうやら私も、少し体が熱くなってきたよ。ねえ、服、ないね。私のペットくんなんだろ。ペットなのに服を着てるなんて、おかしな話じゃないか。ほーら、早く脱いで、私にもっと甘えて。かわいい。私の言うこと、ちゃんと聞けて偉いね。大好きな先輩に、ご主人様に、こんなに可愛がられて、幸せだね。幸せすぎて、おかしくなっちゃいそう。まだまだこんなままじゃないよ。それとも、これ以上気持ちいいのは嫌かな？おっと、喋るのはダメだよ。だって君はワンちゃんだもん。ちゃんと、ワンって言わなきゃ。ほーら、もっと気持ちいいことしてほしいか、教えてよ。してほしいな、してほしくないのは2回泣くの。偉くて賢いワンちゃんなら、ちゃんとお返事できるよね。ほら、どうしてほしいのか、ちゃんと私に教えて。ああ、ダメだ。顔についちゃう。私も、幸せすぎて。おかしくなりそうだよ。ん？早くしてほしいって、そう言いたそうな顔だね。でも、何のことかな？私にはさっぱりわかんないよ。あくまで私は、してほしいか聞いただけ。ちゃんとお返事できたらしてあげる。そんなに悲しそうな表情しちゃって。もっと、いじめたくなっちゃうじゃないか。しょうがないことね、君は。いじめ抱きついてきて甘えるなんて。そんなに気持ちいいことをしたいのかい？ならさ、私におねだりしてみて。喋ること許してあげる。だからさ、もう一度教えてよ。私をどう思ってるのか、何をしてほしいのか。その可愛い小さなお口で私に教えて。ほら、そう、はい。よく言えました。キュン。いい子、いい子。君はいい子だね。とっても可愛いおねだりだったよ。ご褒美にキス、キスしようね。君、すっごくドキドキしてる。心臓の鼓動。聞こえるくらい早くなってる。まあ、私も同じくらいドキドキしてるんだけど。それじゃあ、その、しよっか。すっごく気持ちいいこと、
大丈夫。私が飼い主として君のことをしっかりリードしてあげるから、何も不安に思う必要はないんだよ。明日も、明後日も学校は休みだし、この家は私と君の二人だけ、ずーっと一緒にいて、イチャイチャしようね。大好きだよ。私の可愛いペットくん。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいです。それではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。